2012年6月15日第247回ギルティガイグゼックスアクセントコアランバと優勝者指名実戦勝ち。本日のランバと優勝者はカメジアの GC さんのジョニー、それに対して指名していったのはコトさんのバイケンとなります。さてまず開幕画面端を押し寄せてコイン投げて攻めを継続している。近づいたところ投げていく、まあ、これで円滑して、さあきっちり投げからさらに円滑、沖攻めは小足から投げ、積極的に投げを狙っていくスタイル。沖攻めはしかし暴れている、一回距離を離して近づいてきたところきっちり台風立ってコトさんも切り返していく。しかし下ハイスラーが刺さって、まず1ラウンド先者 DC さんジョニー。さて2本目は中堅からコイン投げて、さあジャンプしたところ、キッチン投げてキンパも当ててミスター当たっているのでガークです。きっちりと攻めを継続、覚醒からの攻め、しかしここは暴れている、画面端コンが刺さっておく攻め、着地してから下段、さらに置き攻め、さあ畳が当たらない、それを見て投げていく、しかしこれはつながらない、暴れているのを読んでいるが、ケチ知っていたかといったところでガードしていくも、しかし取り返すはコトさんバイケン。中距離からの中遠距離、コイン投げながら近づいていく、しかし畳がそれを阻む空対空からカウンターヒット、さあステップから投げていったのは DC さん、ジョニー円滑して画面足を切る、これが当たる、さあ今度はカスラないが体力は一気に奪っている、両者青キャン使いながらお互いの出方を見ているところで投げていったのはコトさんバイキン、画面端コンが当たる、大きい攻め行こうとしたところで青バーストをきっちり当てていく、あっとこれが当たってしまう。まず1試合目制したのはコトさんのバイキン。さてコトさんのバイケンの勝利から2試合目となります。攻めを継続していく、畳は使っていたがここで差し込んでいったが青バーストできっちり切り返す、青バーからそして一気に攻めを継続していくのは DC さんジョニー、コイン使ってこのハイスラが当たって一気に流れに乗って、1ラウンド選手は DC さんジョニー、ハイスラはガード、しかしワンコン先に入れていったのはコトさんバイケン、画面足投げる、コンボも決めるが空中から攻め立っていく、そしてきっちり着地して投げる、バーキャンオから、しかしコイン投げていったところガンダッシュからの投げ、しかしこれはきっちりコンボつながらない、マイピー対空空中から攻め立てていきたいが使って、しかし何もなかったが、きっちり後半から一段取り返していく、マイピータイクワンコイン入れて
中距離戦、これがカウンター1としかし繋がらない。空投げから危なかったが、さずらす着数タイミングをずらしていくが、しかし一気に体力奪っていく。体力を幅にの DC さん、ジョニーこっからの立ち上がりは難しいとこだったが、11戦勝ち、1-1からの第3試合コフィンを一気に使っていく。しかし一気に体力奪えたので結果は金賞さん。しかしここ近づいてきたところ逆に投げ返していく。さあコイン使って、おっとこれがコインが当たって、青葉通すが体力が少ない。中距離戦、しかしこれが当たるがコンボには至らない。おっとタイミングをずらしながらピンチで空中が攻め立っていく DC さん。ジョニーがワンラウンド先制、これがカウンター2のしかし、おっと前ピタイクピヨってきっちりこれはとどめを刺す。DC さんが1本リードした状況で第4試合、しかし空投げからコンボを入れていくのは、しかしこのラストは暴発、コインの合間で差し込んでいく。コインがカウンターヒット、しかしおっと体力リーダーこそバイキンロマキャンしていったがコンボにはならない。これも当たらない。コイン使って画面端からの攻めを継続していく。対空していきたいところだったがダイビングずらされる。カウンターヒットからカウンバウンドしたところを拾って、コト3バイキンが1ラウンド目取っていく。畳子当たってワンコ入れて画面端、しかし投げたのは DC さん。ジョニーエンカスからキンパ切り返しは DC さんは青葉だったが、さあここできっちりミスト使って選挙戦前対空だったがクーディーのマキャンから体力奪っていく。体力をほぼ込む遠距離戦、ステップが近づいていったところ、きっちりと暴れていく。さらに足払いでそっかコンボも決めて、コートさんも取り返していく。本当にどちらが勝つかわからないといった状況で第5試合投げていったのは DC さん。ジョニーワンコイン入れて畳コインが相殺して中距離コインコイン、そこから投げる円滑置き攻め、ミストがつくけど、おっとこれはバックするキッチ回避、投げも抜けている。コインパスカウンターヒットする画面端、逃げていったけどここで捕まってしまう。中途半端な逃げは許さないといった形で DC さん。ジョニーがワンランド選手差し込んで、さあ起きて畳から、しかしきっちりガードしている。コインが当たるハイスラー
バンザイットだが、さあここでもう一回落ち目、しかしダッシュが出ない。さあここでロマンキャンきっちり使って体力奪っていく。さあ4手対空からしっかりして逆にちゃんと相手の行動に合わせてダメージ取っていくような形でこの3が1ラウンド取り返していく。はい、勉強して差し込んでいったのは TC さん上に、しかしこれは当たらない。ガードされてワンコン入れられる。ことさんのターンか、倒れている。さあお互い差し込んでいきたいところだが、両者読んでいる。マイハイスター当たるがコンボには当たらない。空中からの攻めの大き攻め、これは痛い。さらに大き攻め、しかしキンバを当てる。下ハイスターで暴れている。ここは噛み合わない。ここでコトさんが切り返して、これは当たってしまう。しかし体力残っているのでまだワンチャンで、あっとコネがコインかカウンターヒットしてしまい、3-2で6試合目となります。ちょうど折り返し地点となります。 DC さんが3戦3勝、そしてコツさんが2勝で迎えた第6試合。さめぐっていって、しかしさて一回距離を離して前ピタイクだったが、ダッシュステップからワンコ入れていく。 DC さんジョニー、タタミは当たらない。前キータイクバースト通して近づいていったけど投げていったな。 DC さんジョニー円滑ガン足逃げたかったが落としていく。しかしコトさんも切り返してここから浮攻め、しかし前ピー歩き投げを狙ったところで下ハイで暴れている DC さんジョニー。おっとこれが当たる。その目に刻み込む。なんか今の当たり方すごい違和感ありますけど、まず1本取っていったのは西さん。ジョニーコイン投げていく、浮かすに手が出せない。ここが刺さって一気に体力奪っていく西さん。ジョニーめくりハイスラー、この3も防戦1本になるが、さあワンチャン来た。落ち目股関係弾が当たって、さらに落ち攻めを継続。画面端落ち攻め中段ガードしている。フォルトで距離を離しながら戦いたいといったところ、さて一回仕切り直して体力ほぼ5分といったところで画面端が落ち攻め、しかし投げていったな。 DC さんジョニーミストだったが青葉できっちり切り返す。これを刺して青キャン、青キャンからきっちりコンボを決めてコトさん取り返す。ダッシュしていったが、マスバラ置いてあるコインが当たって、そして円滑からの大きい攻め、これは痛い。青キャン使いながら、おっと逃げていく。とりあえずミストがあるうちは怖い怖い怖い。さて奥攻め、下ハイスラダースガードしてそこから切り返していく。空中から攻め込んでいく DC さんだが、足払い暴れかカウンターヒット。奥攻め攻め込んでいく、下段刺さって奥攻めガードして体力リードは若干 DC さん。ジョニーまだ分からない。これがカウンターヒット。おっとここで落としてしまうが、きっちり鷹山線当てて、さあ岡田さん一歩も引かずに、両者3-3で
第7試合となります。11戦勝ち、勝ち越すには3勝が必要。しかし両者に1試合のリードもないといった状況で本当にわからない状況です。画面足からガードゲージが光っているが、もっと下配で総裁取って、しかしこのレベル2で本部までは繋がらない。メイクになったがガード、さあこれはおっと、さあ中段差し込んでしゃがみくらいから置き締め、中段からケッチへとコンボ決めていく。しかしここ当たらない、様子見、さあこれが当たる、体力5分、攻め込んでいくか、投げは総裁。さあ低空遠線かか、まず一本戦車 DC3 ジョニーコインを使った攻めで、おっとこれがコインがカウンターヒット、このコインが厄介。外見としては非常に立ち回りづらいところでしょう。じゃあコインも当てながらワンコイン入れていく、しかし一気に返していく、おっ攻め、さあスカーキャンからさっき1秒でガードしてはいたが、おっとここで投げていったら DC3 上に画面足コインから様子見、しかしこれがカウンターヒット、跳ね返ってきたところ、それが俺の名で拾って、ハッピーエンドの条件、DC さんがまずはなんとか1本1試合差をつける。さて第8試合、 DC さんが4試合取って、コトさんが3試合取っているといった状況で、まず開幕 DC さんが一気に体力奪っていく。しかしこれはピヨって覚醒の時間中にピヨリアが解除されるか、そっからの置き攻めダストが当たって、さあ下配差パンダヒット攻めていく、当たって置き攻め、さあダストがカウンターヒット、しかしこれは繋がらない。置き攻めは髪橋、しかし投げは抜ける、コインを使ったこの立ち回り、 DC さんならではの立ち回り方、カウンターヒット、ここスカスしたの、両者スカスしたの投げていったのはコトさん、バイケン、しかしここで一気に体力奪われる、具体空は失敗。さあ両者攻めていったところ、小足を刺していったのはコトさん、バイケン、しかしラストが当たらない、距離を離して様子見か、カウンターヒット、しかし拾えない、どう差し込んでいく、ここで差し込んでいったが、しかしとどめは刺していない、まだわからない、攻めてこれが差し込んでいったらさすがにオーバースト、空中から攻めていきたいところだったが、これは使っている、対空からシャガハイスター当たるが、おっとここで差し込んでいく、やはりコインがある状況で、あの状況バイケンがきつそうだったんですが、コインがない状況だったので差し込んでいく、下がハイスラーカウントヒット、コイン投げて、コイン投げて、キーパーだったが当たらない、空投げからコインで締めて、しかしここから切り返していたのはコツ3バイケン、OK 当たってワンコイン入れていく、体力が一気に DC さん奪って、そこから俺の名で締めて、
エレガント11戦勝ち第9試合となります。ここで初めて2試合の差がついております。 DC さんが5試合取って、コトさんが3試合取っている状況。コトさんはもう1本も落とせない状況。ここで1本落としてしまうと DC さんの勝ち越しが決まってしまう。逆に言えば DC さんはあと3試合中1回勝てば勝ち越しが決定する。それじゃダメだね。コインを使った差し回り、これはかみ合ってない。ダイヤクリーダー DC さん上にコインがなくなる。畳が当たるが、バウンドして受け身取ったところを逆に投げていく。ことさん前足足払いで暴れている。体力ほぼほぼなのでわからない。オーパンで差し込んでいったけど、シャーがハイスラで暴れている。1ラウンド選手は DC さん、ジョニー様子見から足払いがまたカウンターヒット。コインを使った立ち回り、コイン投げて、コイン投げて、中身はない。これがコトさん差し込んでいく。ワンコインで手を攻め、畳からさあシャーマハイスラーで暴れていたのは DC さん。しかし体力あんまりリードはコトさん。ここで危ないものを食らってしまったので青が通していったが、さらに DC さんが攻めを継続していく。体力ほぼ五分。お互いワンコンも食らいたくない。ラスト当たる青まで一気に投げ抜けて、これ当たって青キャンディスあって壊しからの攻めが壊し壊し長いですから。しかし投げたのは DC さん、ジョニー。Here comes Daredevil. Please select your character. さて次が第10試合となります。残り2試合となっております。 DC さんが一気に3連勝して6-3。まだまだ2ハイスラーからきっちりと果敢決めていく。仕込みがさすさすがのコトさんも仕込んでいて、この試合まずリード取っていくのはコトさん。バイケン置き攻め、着地からだったが投げたな DC さん。さてミストでガードが固まるのを見越してちゃんと投げていくが、コンボにはつながらない。そっからコトさんが取り返していって、まず一本選手はコトさんのバイケン。みっちりガードしてコインコイン、畳とコインが相殺する。全球戦差し込んでいったな DC さん、ジョニー。喧嘩するにはならない、ならないが、さあこの前 K が当たる。投げに行ったところ暴れていく。畳が当たるが追撃にはならない。おっとここで見てからきっちりと出している。おっとここの畳が当たるが、しかしさて敵攻めていく。投げたのはコトさん、バイケン。こっから落ち目、足払いが当たって青は使って、あ青チャンスね。しかし対空してくるのを見てからきっちりと DC さんも勝利る。ハイスラー当たるが当たる。コインも当たって、しかし攻めを攻めていくのはコトさん、バイケン。置き攻め、シャガハイスラー暴れ見てからここで基地差し込む。置き攻め、様子見だったが投げたのは DC さん、ジョニー。画面足
当たって青葉で切り返す。当たるがコンボにはならない。あっとこれが強い。しかし切り返していくなおこと3倍券お攻め。しかし投げたのは PC さん、ジョニー。さて2012年6月15日247回ギルティギアイグゼックスランキングバトル、優勝者指名勝ち最終試合となります。この試合が最終11戦目となります。現在のスコアは DC さんが7試合、コトさんが3試合。6試合目までは両者一歩も譲らなかったんですが、ここに来て一気に DC さんが流れに乗って4試合取っている。さらに最終試合1ラウンド目取っていったのは DC さん、ジョニー。ファーストも残している状況でコイン差し込んでミスとレベル3当たって、さあこれはきっちりガードしているがここで暴れている。しかし畳みカウンターヒット、置き攻め攻めていく。これがあっきちガードして回り込んでからの画面端投げ、これは画面端コン当てていく。置き攻め青葉で拒否投げる。これ青葉だったがおっと殺しきることはできない。畳みからの中断、要するに足払いだったが体力、さて危ない、体力的にギリギリ残ったこの3倍券。さあコイン、このコインが強い。攻めを継続、前して投げから遠線がこれはかすらないがコインカウンターヒット、これがカウンターヒットして美味しい。ワンコイン寝て置き攻めは畳が当たる。さらに置き攻め中段差し込んで青葉だったが当たらない。しかし相模青葉からこれは痛い、体力5分まで持っていく。畳が落ちてきてこれが当たるか、しかし追撃じゃならない。おっとダブル KO か、おお最終試合見せてくれます。ダブル KO かの第4試合、コインコインコイン、コインを投げていく。しかし差し込んで画面足を決めピッチリガーキャンから切り返していく。カウントヒット選挙に近づいてカウントヒット、ミストレベル3だったが青葉通していく。投げるかすって青木攻め、ミストがこのタイミングで出すという。さあしかし着地投げからハッピーエンドの条件、ハンサムが勝つことさ。というわけで本日は第247回ギルティギアエグゼクスランキングバトル11戦勝ち、優勝者壁際の DC さんと指名者コトさんによる11戦勝ちの結果は DC さんが8、コトさんが3となります。お疲れ様でした。